アメリカの議会で安倍総理はこの法案の成立の約束をしてしまっている、そして自衛隊のトップまでアメリカに渡って、あのこの法案は夏までに終わらせると、それだけじゃなくて、グローバルホークの導入まで認めてしまっている、それを可能にするみたいなことを言っちゃってる、このすべてを見てみたときに分かることは、この安保法案は誰のものだということなんですよね。7月16日、衆議院で強行採決した日に、フォーリンポリシーっていう雑誌ありますよね、米国の権威ある外交政策研究機関紙なんですけど、これですごい記事が出てた。ここれはペンンタゴンが長年望んででいたことでありアメリカの防衛 関係業者にとっては非常に良いニュースであると、安倍は2014年から19年の間にアメリカ製の F22、F35、グローバルホーク、ドローンなど新しい戦闘機、海軍の戦艦、ドローンの購入を約束したと、国民の命を守るというのは建前、米軍の防衛予算と人員を削った分、日本国の税金と自衛隊で肩代わり、兵器でアメリカの軍事企業に貢献することをペンタゴンとその業者にとって良いニュースであるという言い方ではっきりと報じているんです。アメリカのアメリカによるアメリカのための戦争法案は廃案以外ございません。 国際法では武力行使である、そして武力行使でない、この2つに1つしかないんですよ、武力行使と一体化しない後方支援なんて存在しない、もともとこれが詭弁なんですよね、武力行使に対する後方支援はすべて相手側の攻撃目標になります、まあ、とにかく今回は憲法解釈を変えて、現に戦闘行為が行われていないところではどこでも後方支援できる。 従来はできなかった武器、弾薬の提供、輸送も今回できるように憲法解釈を変えましたから、憲法解釈を書いた理由、そして戦争法案の必要性、立法事実を、米軍のニーズだと答弁しちゃうんですよ、びっくりでしょ、アメリカっていうのは建国されて239年経つらしいんですけれども、この歴史の中の93%戦争を続けてきた国なんですよ、戦争で経済を回していると言っても過言ではない国、そのニーズを満たすために自衛隊員を危険にさらすような、この狂気の戦争法案は、廃案以外ありえません。